参与観察は、定性的な社会調査法の一つ。参与観察法。定型的な方法論が確立しているわけではないが、参与観察に従事する者は、研究対象となる社会に、しばしば数ヶ月から数年にわたって滞在し、その社会のメンバーの一員として生活しながら、対象社会を直接観察し、その社会生活についての聞き取りなどを行う。観察者は、 フィールドノートに様々な記録を取り、それを後にデータとして扱うことがある。観察調査の記録にテープレコーダー、カメラなどの機器を使うこともある。採用観察は外部の人には閉ざされているような得意な集団の調査には威力を発揮する。また、社会学や人類学、文化人類学、民族学等で特定の社会集団を研究する際に用いられるほか、 家庭、教室、会社組織などに対しても用いられることがある。参与観察の手法が科学的に確立される前の時代には、11世紀のアブ・ライハーン・アルビールーニー等や、19世紀のフランク・ハミルトン・カッシング等に至るまで、素朴ながら類似の手法の例が見られる。参与観察による代表的な業績として、1910年代にポーランド・イギリスの人類学者、 ブローニスワフ・マリノフスキが長期にわたってニューギニアのトロブリアンド諸島の人々と行動を共にしてその生活の詳細な観察を行い人類学研究において初めて科学的な意味での産業観察の研究手法を確立したことが有名である。マリノフスキはこの調査をもとに西太平洋の沿養公会者を表した。別の分野では WF ホワイトの ストリートコーナーソサイティも知られている。泉聖一、西太平洋の遠洋公会社、解説15ページ。ありがとうございます。